ウィリアム・サローヤンはアメリカの小説家、劇作家、アメリカの庶民を明るく書いた。サローヤン、サローヤンとも表記する。サローヤンはトルコ東部から1905年にアメリカへ移住したアルメニア人の罰師としてカリフォルニア州のフレズノに生まれる。サローヤンが1歳半の時父を失い、4人の刑事とオークランドの孤児院に入り、5年後女皇の母に引き取られた。 学業半ばの12歳の時から、電報配達や、新聞売り子などで稼いだ。後作家を志し、1930年頃から、雑誌や新聞に書いた。1934年、ストーリー誌に載せた、空中ブランコに載った若者によって知られ、以降、庶民の愛観を平易な文体で明るくほろ苦く、綴り続けた。映画の台本も書いた。1938年、 サルオ・ヤンが30歳の時、我が心高原にと翌年の君が人生の時がブロードウェイであたり、1940年、校舎に演劇部門のピューリッツァー賞が与えられたが辞退した。同年出版の我が名はアラムは各国語に翻訳され、日本でも真珠湾攻撃直前の1941年11月に、清水俊治の役所が六教出版から刊行された。 1943年、シナリオを小説にした人間喜劇を2月に出版し、翌月映画が公開され、1944年、それによりアカデミー原案賞を受けた。1943年、まだ19歳だった女優のキャロル・グレースと結婚し二次を得たが、サロー・ヤンの性格と生活態度が原因で1949年に離婚。 1951年に復縁しそうして翌年、離婚した。サロー・ヤンはまさに作家の絶頂期にあったが、キャロルによると、無類のギャンブル好きで、暴力も激しかった。子供たちは、母親が父親に投げられ、首を絞められるところを見ていた。離婚後、コラは、キャロルと暮らし、サロー・ヤンは、カリフォルニアの家やパリのアパートで一人暮らしした。 サロー・ヤンは夏休みの子らをヨーロッパに連れることもあったが次第に疎格した。庶民の愛観を明るく綴り続けた作家は必ずしも温かい夫、優しい父親でなかった。サロー・ヤンの息子のアラムは作家に、娘のリシーは女優に成長した。妻だったキャロルは1959年、ウォルター・マッソーと再婚した。 サローヤンは1981年、前立腺癌のため生まれ故郷のフレズノで没し、サローヤンの遺骨はカリフォルニアとアルメニアとに埋葬された。日本分けがある作品は太字に書く。その行末の数字は、主な翻訳書の項の行頭の数字に対応する。行頭の番号は、主な著作の項の行末の数字に対応する。アビッチリー・キャロル・マッソー・ザ・グアジアン。 11オーガスト2003英語版 Wikipedia 他のウェブ情報とありがとうございます。